本日は1998年メンバーによる夢の対決、皆様センターカラービジョンにご注目ください。1998年シーズン13勝、勝率6割19厘、奪三振100、防御率 3.34、 左のエースとして活躍し、チームを38年ぶりの優勝、日本一へと導きました。ピッチャー野村、そして野村さんと対決するのはこの方です。再びセンターカラービジョンにご注目ください。1998年シーズン152安打19本塁打、打点96、打率は3割2分5厘、マシンガン打線の中軸を担い、チームを38年ぶりの優勝日本一に導いたこの男。この後はフォトセッションに移ります。皆さんはこのベースを聞きにご移動ください。この横浜スタジアムにマウンドに上がるのも久しぶりでしたし、ましてやボビーとね対戦させてもらえるこのステージを作ってくれた DeNA の方々に本当に感謝します。本当にね、僕自身が楽しませてもらいました。今日も皆さんでしっかりベイスターズ応援しましょう。ありがとうございました。続いて、おじさん、感想をお願いします。
What a thrill to face in Rosa. You can nice pitch right there. I just got moved out. I'm glad they didn't get nothing on it. But, hey, K-Sock fans, I want to say thank you very much for having me here. And come back in. Thank you.野村さんはね、相変わらずコントロール良くて、自分もしっかり捉えたつもりだったんだけど、うまく先っぽで出てしまって、打ち取られましたけども、まあ、次回はぜひ見といてください。またこすこすやり返します。ベイスターズファンの皆様、ありがとうございました。1998年の伝説が蘇りました。最後に、当時のシーズンスローガンとともに、いつものコールで締めましょう。スタンドの皆さんもお手元にタオルのご準備お願いいたします。野村さん、ロースさんもタオルを掲げてくださいね。それではロースさんに高揚していただきます。それではいきます。ゲットザフラッグ。 I love you, Hama。 ありがとうございました。改めて大広木さん、そしてスペシャルサポーター、トマートロースさんに大きな拍手を送ってください。ローズさんは6回ほど終わりのメイクサンドローズにご登場です。そして野村さんはレイプラで生解説を務めていただきます。引き続きお楽しみください。ありがとうございました。以上、バックトゥーザ1998ベイスターズでした。